皆さんこんばんは、 MK です。ドンキーコングトロピカルフリーズパート5やっていきましょう。前回ね、このボスを途中で諦めてるのでここからやっていきます。あのね、めっちゃ強いんだよ。皆さんも前回見てたらわかると思いますけど、こいつめっちゃ強いんで油断しないでいきましょう。もうね、一発でパパッとクリアしてどんどん次のステージ行きましょう。ワールド何まであるんだろう。今これワールド2の最後でしょ。結構ありそうだよね。ワールド8はないか、6かな。6か5か6だろうな。6プラスボーナスぐらいかな。まあちょっと長めになるかもしれませんが、皆さんお付き合いください。楽しくやるんで。私は楽しいんだけどね。うん、よしよし。あ、こいつもう飛ばそう、このバナナ叩きフクロウは。いくぞ。あのね、なんかね、卵みたいなやつをぶん投げるんだよ。うわって、落ち着け落ち着け、これは落ち着け。ね、ちょっと操作方法がなんか2日3日ぶりぐらいにドンキーやるからね、操作方法がおぼつかないですが、これを持って OKOKOK で、ここで投げると、うまいうまいうまい、最高で、ここを持って、あいつ来るから、あいつ来るから、そこで投げる。うますぎる。うますぎるな。これはうますぎるぞ。あ、これ乗ってるとね、ドカンと落とされちゃうからね。このもやっとボールを避け。いいぞ、いいぞ、いいぞ、悪くないぞ。このウィングカービィを避け。いいぞ。ノーダメで、ノーダメでね、あの2段階目まで行こう。こっち来るな、こっち来るぞ。あぶね。俺は見ろ。よし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 。これで2段階目だっけ。これで2段階目でいいんだよね。よっしゃ、オッケーオッケーオッケー、いいぞ。ノーダメでもうババッとクリアしちゃいましょう。もう前回でね、こいつのもう倒し方は分かってるんで。前回ね、深夜に撮ってたからね、私の頭が回ってないっていうのがあるよね。今そんなに深夜じゃないんで、いけますね。これを持って、大体ね、深夜に撮るんですよ、実況って。だからね、若干頭おかしいこと言ってる時があるんですが、気にしないでください。あ、こいつ、深夜テンションなんだなぐらいで思っといてくださいな。今のでジャンプすればいけたか。今のでディクシージャンプすればいけたかもしれない。投げろ、うますぎる。結構長いな、結構長いんだね。あははオッケー、うまい。落ち着け落ち着け、落ち着いて落ち着いてね。落ちると一発だからね、落ちないようにだけ気をつけよう。これ違うんだよ、ほら、これね、ダミーなんだよ。こいつが本物かな。ほら見ろ。あやばすぎる、やばい。やってよ。まあ何やってんだ俺は。危なしん。よし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 。あそこ入ってさ、激突すればもしかして攻撃になる？いや、ならないな。やめておこう。これなんか LR 同時に押せばなんかなんのかな？ちょっとやってみる。ただ、ボスにはダメージ与えられなそうだよね。お、待って。もう、そいつをね、失いたくないんだよ。そいつを失いたくないんだよ。うまいけど、ハートを取って、よしよしよし。降りてこい。降りてこい、お前。先生、どうぞ。勝負だ。オッケー。なんでだ、バカ。もう、当たっただろうがい。当たっただろう、今のは。思ったより遠くに投げ出さるから、それ気をつけましょう。思ったより引いて大丈夫だね。これダミーだから、これダミーだから、ダミーじゃないんかい。おっと、これが本物ではない。これが本物だな。じゃあよし、踏めって、バカ間に合わない、バカ間に合わない。よしよしよし。あ、ダメなんだ、それダメなんだ。激突すればワンチャンいけっかなと思ったけどダメだった。やばいな。もう味方がいないので、これをもう、危ない。今も危なかったね。1、2、3で投げればいけない。いった、いいぞいいぞ。あと1回かな。入っておこう。ああ嫌な、こいつさ勝手に出るんだよ。あー、やばい。あのね、時間経過とかじゃないんだよ。あ、時間経過なんだよ。俺がコマンド押すとか関係ないんだ、あれ。やばいな。あと相手もあと一発だと思うんだけどな。でもこっちもあと一発だからな。あぶ、落ち着け落ち着け、落ち着けばいけっから。やばい。いや、早く入るとさ激突しちゃうかなと思ったんだけど、ちょっとビビりすぎましたね。いや、もうこんなんじゃダメだよ、視聴者が逃げるよ。ここにそんなに時間かけてらんないんだって。まさかのパート5このボスだけで終わるとかそういうのいらないから、行くぞ。もうパパッと、これ今度こそクリアしよう。3度目4度目5度目何度目か知らないけど、何度目かの正直でいけるいける。まあ、ハートは取れますから、ハートは取れますから。これを踏んで、こいつがこっち来たらな、届かないな、届かないよ。届かないね。落ち着け落ち着け、登んないと届かないから、登んないと届かないよ。
いけ、なんでだって、だからバカ、もうやばすぎる。え、俺が下手くそなの？違うくない？こいつが強くない？こいつが強いと思うんだけど。あ、もうこれ一回死んだ方がいいのでは。うん、もうこれ一回死のう。ダメだ、落ち着け落ち着け、ダメだよ、まだ戻るのは早いよ、動画を終わらせるのは早いですよ皆さん私のね本気を見てからにしていただきたい。それはちょっとね、もうブラウザバックが始まっちゃうよこれ。違う動画に逃げる人がいるよ。ダメだよダメだよ、ちょっとだけ待って、ちょっとだけ待って、これで絶対クリアするから。これでクリアできなかったらもう私は何も言わない、もう私はそれは私のせいである。よし、もうそういう気持ちでいこう。それぐらいね自分を追い詰めていかないとこれダメだ。これ失敗したら視聴者さんが逃げちゃうよ。これを失敗したら視聴者が逃げるよ。いけ、よし、あと一発あと一発、もうパッパドいけんじゃない。これを登って、ほら、よし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 、いいねいいねいいね、これでもう速攻3発、今もうタス並みに速かった。今のはタイムアタック、スピードランニングができるぞ。スピードランニングじゃねえわ、スピードランか。スピードランニングはあれか、英語か、なんかあったよね CM で、聞くだけでみたいなやつ、なんか英語を聞いてれば自然に英語が身につきますみたいな。でもまあ、ね、一理あるよねあれも。なんかその結局さ、日本語とかだってさ、最初は聞いて覚えるわけじゃんみんな。だからさ、あーこれ当たったね、うん、英語もなんか馴染めば、そのあ、なんかこのフレーズ聞いたことあんなみたいな、そういうのあるよね多分。回し物じゃないですよ、スピードランニングの回し物じゃないですよ。やばすぎる、落ち着け。一発与えたっけ、一発与えたんだっけ。あ、やべえ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 、え、これどうやって避ければいいの、これでいいの、これ避け方合ってる、めっちゃむずくない今の。待って、何をする気だお前、何をする気だ。ああ、それか、これもこれでやばいんだよな。ああ、これを、あ、1、2の3で投げても全然ダメだけど、一旦ハート取ろう、一旦ハート取って落ち着け、1、2の落ち着け、よし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 、落ち着くことがね何よりも大事。これ投げる、よしよしよし、あれね、あれ通り抜けちゃうときあるからね気をつけましょう。これはもうギリギリで入る、よしよしよし、いいぞ、これも引きつけて引きつけてギリギリで入る、よし、だんだんね攻略パターンを掴んできたよ。落ち着け落ち着け落ち着けしか言ってないけど、で自分に言ってるから、自分に言ってるから、自分で自分に落ち着けって言ってるから、いけ、よし、行ったのでは、クリアしたの、え、まだあるのお前、マジか、やばいって、マジで俺絶対今ので終わりだと思ったんだけどな、やばいって、もうあいつまだそんな隠し玉を持っていたとはな。落ち着くんだ、2やるから2やるから、ちょっとディクシーちょうだい、ハンデ、なんだそれは、わからないけどね、それわからないけどね、うー、なるほど、そういうことね、やばいね、それやばいね、やばすぎる、やばすぎる、あれ無理でしょ、そんな無理で、え、やばくない、待って、マジでこれで、あー間違う、お前でどうすんだよ、お前に何ができるんだ、これでいってみよう。でもクランキーだったら、あれじゃない、ほらさっきのトゲトゲみたいなやつワンチャン、でもあそこまでクランキー残ってないだろ絶対。わあ、逆に邪魔だよこのジジイ、やばすぎる、待って、このボスで終わんのこの動画、それは避けたいね、それは良くないよ、それはやっちゃダメだよ、それやったら怒られるよ。あ、バカ、おお、今のクランキーじゃなかったらいけなかった説ある、今のクランキーでのジャンプじゃないか、おお、これの上もいけちゃう、これの上もいけちゃうけど、ディクシーだったらあんなことするまでもないんだよ、やばすぎるな、これはやっちまった、クランキー絶対いらない、絶対クランキーじゃないここ、ほら、よしよしよし、やばすぎる、いけ、よし、落ち着け、3段階やっからな、やばいな、もう10分ぐらい経ったでしょこの動画、やばすぎるな、もう動画半分食っちゃったよ、こいつをね倒さないと次に行けない、
申し訳ない、申し訳ないけどね、カットはしない。私はもうここ実力で行ってみせる。よし、いいぞいいぞ、体力は満タンだぞ。案外クランキーか、案外クランキーワンチャン。あの上行けないんかいお前、それはやぶい、やばいな。もう一回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 、落ち着け。クランキーを引き寄せてここ、よしよし。あれもういちいち危ないんだよな、落ちそうになるんだよ。うわ、違う、お前じゃない、お前だ、こいつか、こいつか、こいつを踏んで投げる。よし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 、いいぞ。ハートも出てきた、ハート結構出るね、ハートが結構出るから案外いける。何、数か数か、これはちょっと、これはちょっと安心ね、これはちょっと安心。これを持って 1,2 の3で投げればいける。よし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 、パターン掴んだぞ、パターン掴んだぞ。体力満タン、体力満タンですよ。これはいっただろう、これでいけなかったらもう無理だわ。でなんでクランキー連れてきたかな、俺もなんでこいつを連れてきたかろうな。絶対積んだ、ほらこれ積んだ、今のやばいな、今の積むな。この真ん中ぐらいにいないとダメだ、あれ後ろの方にいると積むわ。よしよしよし、こうやっておけないと無理だわ。そうですね、後ろに行った時点で今のは負け格だった。これがそれなんだよね、これを効率的に避けていく。クランキーだったらこの上もいけちゃう。いやーこれ関係ないな、アーバース分、いやバース分、オッケーオッケーオッケー、わけのわからない日本語言ってますが、お前を踏んで持っておいて、あいつが最後来るからここ確実に確実に仕留めろ。よしオッケー、いいぞいいぞ、3回だよね3回だよね、あと2回あと2回、いけんぞいけんぞ。この動画めっちゃ尺、このボスだけでめっちゃ尺、聞いてないんだよねそれに関しては。もうさ、それに関してはもう知らないじゃんこっちが。そう、なんてその初見殺しみたいな。あっ、うー、これは簡単、今のもう一回やっていいよ、今のもう一回やっていいよ。いやーそれやばいんだって、これ、おお、めっちゃギリだな、めっちゃギリだわ、ジャンプがめっちゃギリ、ジャンプがめっちゃギリ、あぶねー、もうディクシーちょうだい、ディディでも、あやばい、おーっと危ないよ、今の奥に行ってたら積んでたね、今の奥に行ってたら積んでたね。よしオッケーオッケー、何これもう手前、手前で避ける、手前で避ける作戦。よしよし、いいぞいいぞ、あと1回あと1回、最後何、最後何、こそれか、それむずいんだよな、それむずい。これを落ち着いてやろう、これを落ち着いて処理していく、やばい。よしよし、その1匹ずるやん、1匹ずるやん、1匹でその間狭いのずるやんって。そこ踏め、うまい、落ち着け落ち着け、これ当てれば勝ち、これ当てれば勝ち、落ち着いて当てるんだ、落ち着いて当てるんだ。よし来た、おら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 、あー一発ガッツポーズガッツポーズしてたら叩けなかった、あぶねー、あーめっちゃむずいじゃん。え、やった、誰か誰か視聴者の方このゲームやった、これめっちゃむずくなかった、今のやばいんだけど、マジか、カービィのラスボスより難かったぞ今カービィのラスボスより難いだろ今の。これ今こんなに難しかったらラスボスどうなんの。よし3の1サバンナパレード、もうキリンとシマウマのねあれがありますが、もうどんどん進めていかないとダメだ、俺カットとかしないからね皆さん私全部全部やるからね、そのままエンコードするから。別にそれはね編集がめんどくさいとかじゃなくて難しいんだよっていうのをこう皆さんにこう分かってもらいたい。おお、なんだ、あ、さっきのウサギが若干自己主張激しめでしたが、よし早速やっていこう。ここは後ろは何もない、何もないね、なんか木が踊ってますね。上なんかあるのかな、この上行ってみましょう。なん、あ、今のが、おお、なんだそれは、なんか陽気な陽気な BGM とこの鶏がハゲワシ、ハゲワシ鶏がポーン、オッケー、あれを取ればくっそ、あ、落ち着け、今のは焦ったね、合わねえなこのペンギン、雰囲気に合わないね。お、ゾウが、あ、ハートが、よしオッケーオッケーオッケー、なんかいいねこの雰囲気が、面白いですね。ディクシーください、うますぎる、ディクシーだねやっぱり最強は。お、いいね、なんかこのBGM が良くないですか、 BGM 若干大きめにエンコードいつもしてますけど、この BGM 良くないですか。 K を取る、もうコングは揃えよう、あのパズルピースはね若干無理あるわ、だけどコングは揃えてこう。この2は取りよう、避けれない。もうね、あのカービィの実況もね見てくださった方なら分かると思うんだけど、結構ね
カービィの実況は負担だったっていうのもあって、なんかこう関係ない話とかすごいしてたんだよね。あの俺小学校の時こうだったとか、なんかあの最近皆さんどうですかみたいな話をねすごいして尺稼ぎをしてたんだけどね、あのドンキーはね無理だ。あ、下なんかある。よし、あーそういうこと、おーそういうこと、おーそういうこと。あ、なんか後ろにキリンとシマウマのなんか民族がいる。あ、横と YX、 嘘だ。おー今絶対落ちると思った。なんだ、怖い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 。おー笑ってるね、笑ったね。これ何、鳥、鳥が笑ったよ。あ、シマウマとキリンですけど、シマウマとキリンじゃないですよってことを言いたかったの。これ後ろじゃない、ほら分かってんね。オッケー、パズルピース。今のローリング若干、なんかこれどうやっていくの。あ、これ掴まれる。あーなるほどね、なるほどね。 BGM がなんか、おお、あ、王がうますぎる。王を取った、危ないよ。キリンに掴まり、あれ、あ、難しいこれは。うお、危ねえ、今の危なかったな。やばいな、焦った。地面あると思うじゃん、焦ったな今、ちょっと焦っちゃった。落ち着け、でももう分かったら大丈夫。おー危ないね、王を取る、うまい。え、あ、ごめん、あのね、あのね、はい、ディクシーがいると思ったの、ディクシーがいると思って、あのジャンプするつもりで動いてたの今、そしたらディクシーがいなかった、それだけの話。全然大丈夫、もうノーマンタイ、オッケーです、落ち着け。よし、で、あそこの上の土管だ、上の土管に飛び移る。よし、いいぞ。おー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 おお、顔バッコンいったけど、顔破裂してましたけど、ディクシーね、ディクシーが欲しいよ。うまい、クランキーがマジ一番いらんから、クランキーじゃないといけない。でもパズルピースとかはあるんだろうな、クランキーじゃないとダメなとこが。これを引っ張って、ドンキー、ドンキーのゲームってそんなにないけど、皆さんなんかやったことありますか。多分全部やってるね、このトロピカルフリーズ以外全部やってるんですけど、ワンツースリーと64とジャングルビートとリターンズと、これかでいいのかな本編は。まああのゲームボーイのやつか、登れないんだってば、上か、おらー、くっそ、待って、あ、やばい、いった、うまい。あ、こっちからだったもしかして。危ないね、危ない。これ挟まれるとかっていう概念あるかな。挟まれるのを避けたいんだよな、カービィの時も言ってたけど、挟まれて死ぬの本当に嫌なんだよね、怖いじゃん。おお、ヘビ、なんか BGM 変わりましたけど、 BGM 変わりまして、ヘビ、竜、ヘビかな。おお、いいね、かっこいいね。 G を取ろう、 G を取っていく、うまい。あ、ハートを取りたい、うまい、いいね、いいね。なんか BGM がだんだん盛り上がってきてるよ、なんかだんだんコーラスが増えてきて盛り上がってきてる。なんかこれ、あ、当たんの、そこ後ろの背景のからくりのギミックだと思ったら当たるんだそれ。落ち着け、ほい、おお、ヘビが半分で切れてますが、あ、これなんか絶対あるな。おお、おお、そういうことね。あ、捕まってろってことね、ここに捕まる、オッケー、捕まる、ここ捕まって、大丈夫かな、コングとか全部取れてるかな、いっちゃうよ、はい、全部取れてればいいんですが、おお、取ったっけ全部、忘れちゃったな。でももう終わりだねこれで、はい、バナナコインか、取った、コング全部、 G 取ったっけ、あ、取ってるね、取ってるね。パズルピース全然取ってね、パズルピースはね、もうなんかマリオの紫コインみたいな、オデッセイのね、オデッセイの紫コインみたいなもんだから、ちょっと厳しいよね。ローリングスパイキーナッツ、ローリングスパイキーナッツ、全然噛み合わさってないと思うんだけど、ローリングとスパイキーとナッツ全然違うと思うんだけど、なんでそこを一単語にしたんだろう、全然どういうステージか全然わかんない。ローリングスパイキーナッツどういうことだ、後ろ、後ろなんもない、おーっと、ほい、あ、こいつローリングスパイキーナッツっていうの、絶対違うよね。あ、これね、これがローリングスパイキーナッツなわけだ。ローリングしてるね、確かに。スパイキーだしナッツだね。水っていいんだよね、水って当たってもいいよね、いいよね。あ、
こいつを踏んで K を取って、こいつを華麗に避ける、うまいね。危なかったけどね今。あれなんかあんじゃん、なんかない、ここほらあったけど、こんなもんか。パズルピースあってもよかったんじゃない、今のところ。なかなか発見するの難しかったと思うよ。ここは登れるの、ここ登れる、え登れないじゃん。これを引っ張れば、おお花が生えて、ここを登っ、えあこいつ傾くよ、えあこいつを傾かせてここでジャンプしろってこと、そういうことか。あディクシーはいいや、ディクシーはあるね。この上、あ上行けばなんかあるっぽいよ。ほらここ絶対パズルピースだ、ほら出ろ。違うんかい、え逆に違うんじゃない、ここじゃ、ここだけど逆に違うな。あそこだ、あそこにこいつを当てるんだ、そうすればパズルピースが出るっていう三段だけどな。ほらうまい、あうーしゃ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 、あボーナスステージか、ボーナスステージは得意ですよ。最近ミスってないよねボーナスステージ。樽みたいなやつはちょっと難しいけど、この歩いて通るやつは大丈夫大丈夫、できるはず、そんなに難しくないから。オッケー、落ちないようにだけ、落ちないようにだけ、落ち着け、落ち着けばいける、落ち着けばいける、よし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 。なんかディクシーばっかりでやってると皆さん飽きます、もしかして。ちょっとディディとかクランキーとか使った方がいいんですかね、どうですか皆さん。私はディクシーがいいからこのままでいきますけど、もしねディディじゃないと見る気ねえわこいつの実況とか思ったら言ってください。そんな野蛮な人はいないと思うけど、ここ取って、ここクリアしたらそろそろ、ではもう2の1、2の2か、2の2ぐらいで、ボスに時間かけすぎたな、ボス10分ぐらいかかってたもんね。この中になんか入ってるとかっていう感じなのかな。あパズルある、パズルあるね、こっからだね、こっからパズルを取れる。今俺違うかと思ったわ、あれ違うんじゃねって今一瞬なったけど、違くなかったみたいです。ハートを取ってこいつを踏んづけ、なんだあいつ燃えている、ファイヤーバードだね。ファイヤーバードってなんだっけ、ファイヤーバードはファイヤーバードか、危ないよ。いいのかこの花、傾くとか傾かないとかあんまり気にしなくていいな。うえこいつ一瞬で傾く、あー N があるね、 N があるね。ちょっと N に気を取られすぎましたわ今。あーどうせ O 取ってねえじゃん俺、じゃあダメだ。あおー今ディクシーがいるつもりで動いたよ私。あ O あったってことは取りてえな、あの N も。ディクシーをください、私に、私にディクシーをください。あった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 、はい。あやばい登れないこれじゃ。ここに捕まってこうか。あディクシー固定ね、ディクシー固定でした、危ないね。ここ慎重に捕まるよ、慎重に捕まるよ。でこの鶏を踏んでこいつに乗ったら、あの N ね、あの N はじりこうやって取って捕まれ、くっそ捕まってからの方がいいな、捕まって踏んで捕まる感じか。ちょっとちょっと時間かかっちゃってるからね、あんまりね動画を1本ね長くしたくないんですよ皆さん。あんまりね30分とか超えると見たくないでしょ、私はそうなんだよね、あんまりいやいや気にしてない、逆になんか何本にもされる方がうるせえってなしょうがないでしょ、もう焦っちゃってるんだから。ああいやごめんちょっと時間かかるけど、ディクシー取らして、無理だわディクシーないと、よしいいぞいいぞ。あそこのね、今の食らうかな、 N を取らせてくれ。あれ今 O 取った俺、 OKOKOK、 あこれ下にいれば取れんじゃん、なんだよめんどくさいことしなくていいんじゃん、やばすぎる今の卑怯じゃん、だってディクシーいると思って飛ぶやんそこはさ。そしたらディクシーが途中であのこいつの何ハゲワシのせいでなくなるわけでしょ、それはずるじゃん、それはずる。落ち着け、落ち着くんだ私、ここハートあった、よし非常に落ち着け、かなり落ち着け俺、もう一発でクリアしないと、そろそろ視聴者のね、視聴者の私のドンキー実況離れが加速しますよ
それを危惧している私は。ただでさえね、若干さえうるさいわ。やるの俺は。いいのね。もう、あ、よしよしよし。何を言いたいかは皆さんわかると思うので、皆さんにね、MK のドンキーの実況面白いよって言っといてください。おーおい、何、なんか突き飛ばされたけど。おー、いつ落ちたぞ、バカか。やばいな、やばいな、この花やばいな、この花やばいな、この花、ディクシー、ディクシーをください、私に。うますぎる。よし、こいつ踏めない、いいぞいいぞ。待って、 G 取ってないよね。 G がどっかにあるはずだ。 G がどっかにあるはずだね。ないね、 G がないね。この上からでも行けないよね、あんなところ。 G がどっかに、やばいな。風船取るよ、風船取るよ。よし、 OK。 G よね、 G ないよね。ドーン、やばい。お前やらかしたぞ今。お前今それやらかしたかんな。 G を探せ、 G がどっかにあるはずだ。道のどこかに G があるはずだ。皆さんも一緒に探してください。多分ね、あった、あった、取れ、取った取った。急げ急げバカ、危ないよ、危ない、やばい、あー、やばくなかった、あ、いや、それよ、あ、ねえ、今のはね、私の味方の方が多いはずだ。危ないよ今のはね。皆さんわかるでしょ、あそこ消えると思わないじゃん。あそこ足場、あ、足場できたんだなって思ったよね皆さん。今絶対引っかかったよね今の。あ、これ壊せねえし、しかもこれ地味に身がでけえんだよな、このオレンジのやつがさ。オレンジのやつでかいからね、地味に飛び越えられない時があるんだよね。これスピードも違うんだ、今知ったわ。これがなんだっけ、スパイキーローリング、ローリングスパイキーナッツ間違えたからね、間違えたから今洗礼を受けましたね。さっきのもう G の場所は分かったから、急ぎで急ぎで行こう。探しながら行く必要はない。あの、もう身は無視だ、身を無視して急ぎで行こう。 OK、 急ぎで行けば間に合うから。で、さっきも一発であそこ出るから、もう待機しとけ、待機しとけ。あそこで一発でここに入るんだ、そうだ。で、ドンと、うますぎる。いや、ちょっと難しかったね、ここもね。コングは揃った、でも、コングは揃って、ピースは2個か。まあ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 。コングだけね、確実に揃えていこう。コング全部取ったとかって、なんか、乗るのかな？あ、乗るね、乗るね。これがコングと、違うな、あの DK ってなんだ。クリアすれば全部これが乗るのか。あのパズルピースがあって DK ってなんだ、わかんないね。なんか隠しよ、クリア後の要素かなんかがあるのかな。よし、じゃあ次、負けるなランビ、トルネードと、いやー、もう難しそうだし、そこのなんか山火事起きてるし、ちょっとわかんないですが、まあ次のあれでやりましょう。パート5はここまでですね。まあこの調子だと結構かかるかもしれないですが、まあ地道にねやっていきたいと思うので、今後もよろしくお願いします。ということで、チャンネル登録がまだの方はぜひぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。